で、パターンなんか特にその数字のてっぺんを打とうとした方が通過点になるわけでしょ。うん、だからてっぺんを、先ほど僕言ったけど、実はパターってボールが小さいけど、地面に置いてると芯より上に当たってるじゃないですか。で、人間打つ瞬間に浮かすけど、人間はギリギリしか浮かさないんで、まだ芯の上に当たってるんですよ。だから転がりが悪いし、ラインに乗らないってあるんですよ。じゃあショットするときに側面にまっすぐ当てようと思ってます？なんかすごいアバウトな丸を打とうとしてますよね。野球でも何でもそうじゃないですか。なんでパターだけ側面にまっすぐ構えて、側面にまっすぐ当てようと思うから、インパクトしたり強弱したり、側面でまっすぐでもボールの真ん中では開いたり閉じたりするじゃないですか。じゃなくて、例えば僕だったらこう来ますよね。で、ボールのてっぺんを見て打とうとした方が上昇時に当たるし、アバウトな丸を打つんで通過点になるし、実はそれで芯に当たるから、くしゃーってすごいいい転がりするんです。